ここからのお時間は東京建具協同組合によります組子細工に見る匠の技の世界を実施してまいります。建具技能の最高峰といわれる組子製作をこちらで披露していただけるということです。まだお席も空いておりますのでね、ぜひぜひステージお立ち寄りいただきまして最後までじっくりとご堪能いただければと思います。それでは稲村様、木俣様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。今日は建具の世界の大変、魅了する、いいものを皆さんにお見せしたいと思います。で、建具の中でもですね、組子細工っていうのは非常に伝統がありますし、で細やかな、仕事でございます。これは高度な技を持ってる人じゃないと作れないと、そういうふうな、ことでございます。で、今日は我々業界の若手ホープ、42歳になりますけど2代目木俣隆之、組子の、麻の葉という基本中の基本の、技を皆さん方にお見せしたいと思います。私はズブの素人で解説だけさせていただきますけど、東京建具組合事務局長をやっております稲村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。早速始めていただきますが、まず組子の材料ですけれども、ヒノキでございます。ヒノキっていうのは全国津々浦々にヒノキの木はありますけれども、その中でも最も品質のいいとされているヒノキでございます。これは、木曽のヒノキ、木曽産のヒノキでございます。木曽産のヒノキを使ってそれで、組子を作るわけですけれども、組子細工なんかで使われる木はほとんどこういうヒノキ、それから杉といった針葉樹が、適しております。なぜかっていうと、針葉樹は程よく柔らかくて作業が非常にしやすいんです。細やかな作業をするときに、やはりこういった、ヒノキのような材質が一番適していると。硬い木もいろいろあります。ケヤキとかね、いろんな広葉樹の木もありますけれども、こちらの方を組子で作れないことはないんですけれども、なかなか道具が大変だったりするわけでございますので、今日はこのヒノキを使って麻の葉の製作の工程を皆さんにお披露目したいと、そういうふうに思います。今の木俣さんが作業しているのは、この今印をつけてるんですね。それで、最終的にはこういったひし形の形のものができてくるわけ。これひし形です。角度は60度角ですね。このひし形のやつをまず作って、その真ん中に1本ずつ入れていくわけです。そうすると三角形が、正三角形が2つできるわけです。で、正三角形の中にもう一つ細かい葉っぱを入れるとっていうことになると、麻の葉という、組子が出来上がるわけでございます。それじゃあどうぞ。はい、あらかじめ木工機械で加工した材料を今用意してあります。
でこれは木工機械で加工すればそれでいいわけじゃなくて、さらにこれをテカンナで、仕上げてくるんですね。これがいわゆる組子を作るための部材になっております。今このコンパスのようなもので、このいわゆる、割り付けを行っております。建具の場合は鉛筆を使わないんですね。印をつけるときに傷をつけるんです、木に。今画面に出てるように傷がついてます。鉛筆でもって印をつけると鉛筆の部分の長さがずれてきちゃうんです。この印はまさにその 0.01mm も狂わぬように今印をつけてるんですね。この時点で、寸法が間違ってると後で大変なことになる。したがって建具のこういう組子細工なんかを作るときは、集中して、とにかく、間違わないようにやるっていうのは基本になっております。今木の表と裏を確認してるんですね。木には必ず表と裏があります。長い経験を積んだ職人さんというのはこの部材を見るとどちらが表でどちらが裏かというのは瞬時に分かるんですね。組子を作るときにはですね、一本一本作るんじゃなくて同じ長さのものを同時にああいうふうに、台の上に並べて一度に加工するんですね。そうすると同じ長さのやつが出来上がる。はい、部材の固定が終わりました。先ほど印をつけた部分を組子専用のカンナを使ってしゃくり出しております。皆さん方が見慣れてるカンナとは随分違いますよね。このカンナの刃先が V の字のようになってるんです。
これ今まとめてしゃくってますけれども、同じ寸法のものが例えば、同じようなものができるんですね。そうすると2本組み合わせたときに同じように組めるわけです。組んだときにちょうど半分ずつしゃくってありますので、半分と半分が組み合わされて両方とも表も裏面も同じ高さに、段差はないってことです。建具屋さんは誰でもそうなんですけれども、道具のほかに今下に引いてある台がありますね。これを我々はジグっていうんですけど、ジグっていうのは道具を補佐する役割なんですね。このジグ作りをきちっとするってことも名人の一つの、なんていうんですかね、ステータスっていう。ジグ作りの上手な方は非常に上手になる。印をつけたところを前も後ろも全部確認をして、それで狂いのないようにこの組子専用の道具でしゃくり出すと。今左手で持ってる定規のようなものも、これも手作りなんですね。さすがに本人は今日この、ね、ライトの明かりとカメラマンが近くにいるもんですから、いささか緊張気味でございます。まもなく一つ目の工程が終わります。
はい、一つ目の工程終了でございます。余分な部分をちょっと切り落として、この部材を今度は組みます。同じ部材になっておりますので、間違いなくきれいに組めると思います。サイドを決めて、切れ込みがちょうど半分ずつですので、お互いに半分ずつを組み合わせるとちょうどいい形になります。今組んでるのがいわゆるひし形の形ですね。我々は整備士って言うんですけれども、この技法の他にもう一つ三つ筆の技法っていうのがあるんですね。三つ筆の技法っていうのは、このひし形の部分に真ん中にもう一本入ることを言うんですね。はい、これで菱が組み終わりました。これと同じような形です。これを皆さん方にちょっと回しますので、皆さんご覧になってみて、ついでに匂いも嗅いでいただいて、ヒノキですか。このヒノキは樹齢100年以上のヒノキが使われている、そういうことでございます。従いまして伊勢神宮とか出雲大社で20年遷都で使われている
ヒノキと同じでございます。今度はこの菱の部分の真ん中に入る部材を作っていきます。木俣さん、ここまで20分です。緻密な作業になりますので、材料をきちっと固定してそれから、作業を進めなければなりません。台の方が多少でも動くと、後で誤差が生じてきますのでその辺を十分留意します。今の部材をさらに固定するために、セロハンテープを使ってさらに動かないように固定します。まあ、しつこいように精度精度と申し上げてますけど本当に精度が必要なんですね。これ、寸分も狂わないように作り上げていかなきゃいけないもんですから、今度は、同じしゃくり出しのカンナでも麻の葉専用の工具なんですね。これは組子を作る場合は普通の建具屋さんが使ってる道具とは違って特殊なこういう組子用の道具を揃えなければいけません。それからさっき組んだ菱の中に真ん中に今、気取った部材を入れていきます。
これを今切った時にこの角の部分が、両方とも削れてるからうまい具合にこの三角形を形取るところに入るようになる。でこのひし形に組んだやつが少しでも曲がってますと緩かったり硬かったりします。今職人さんは、それぞれのところに入れて確認をしたところです。それでそれをはめ込むときに若干接着剤を使います。真ん中に組んでいきます。この音が大事なんですね。ギリギリの、組まれてるっていう風な印なんです。緩すぎちゃうと取れちゃうし硬すぎちゃうとなかなか入りづらくなる。硬すぎて無理やり入れると菱の形がまっすぐじゃなくなっちゃう。これはやはり経験と、まあ、勘というのもあるでしょうかね、はい、今これ糊を取り外してる。ほとんど隙間がないように組まれてると思いますね。今度は三角形になった部分にさらに葉っぱといわれるものを、作ります。したがってこの部材はさらに薄くなっております。この部材もあらかじめもう、機械で気取ったやつを手で手カンナで、削って、それで仕上げたものでございます。皆さん組子っていうのは何種類ぐらいあるかご存知ですか？まあ無限にあるわけですけども今だいたい250種類ぐらいあります。で組子の種類もいろいろありましてこういったこれも一部の形ですけどもこれも今基本はひし形になっておりますよねっていうふうな、ことでございます。今ここで紹介しているのはこの正解波っていう波を打ったような形がありますね。正解波がを作るためのカンナがあるんですね。まっすぐな、刃じゃなくて湾曲したカンナを使ってこの正解波を作るんです。でこの正解波を組み合わせると皆さんご承知の七宝っていう風な形になる。これになる、ね。まあ、こういう風にしていろんな組子をアレンジするんですね。そうすると組子の形って無限大になっていく。そういうことです。向こうにもあの組子の種類いくつかありますけどもそういうふうなものでございます。
ひし形に真ん中に入れましたので、三角形が2つと。今コンパスで印をつけてますけれども、この組子を作る時っていうのはベニヤに原寸図っていうのを書くんですね最初に、今日はあの省略しておりますけれども、今度は葉っぱを、作っていきます。後で皆さん驚きますけども、葉っぱを作る時の一枚は皮一枚残してしゃくり出す。もういわゆるこの道具が定規になってるんですね。普通だったら皆さん方はこう三角定規でも普通の定規でも持ってきてこう測るんですけど、そういうことはしません。これも一度に同じ部材を一度に削り取ることができると。皆さんには見えるかどうか知りませんが、今削ったところが、切れ込みが入ってまして皮1枚残されている状態です。ですからそこを折ると今1個折りましたけど、そういうことで、これ回しますので、これ切れ込みがありますから切れ込みをちょっと折ってみてください。すいません。もうここまでくればいくらでも同じものができます。
今短い方は折ったやつの部分のところにもう一つ入るための短い部材を作ってるんですね。今入れました。そこに短いやつを入れると葉っぱができます。ご覧のように全て手作りで、こういったものができるわけですね。ですから非常に価値の高い、見栄えも美しいですし、いいものができると、そういうことじゃないかなと思います。ここに、また三角形の部分に、刃を入れていきます。このひし形の枠よりも、薄めに切ってありますので葉っぱの形がより美しく見えると。これは非常に精度がいいですから、こう簡単に、糸も簡単に入れているように見えるんですけど、この辺はやはり、技の高さということが言えるんじゃないでしょうか。まもなく麻の葉の完成でございます。ゆるすぎると取れるし外れるし、硬すぎると周りが狂ってきちゃう。木俣さん、あと4分でございます。はい、最後に
はい、完成です、はい、2分前でございます木俣さんは、若い時に職業訓練校出まして、それから修行に行かれて組子の勉強されて、はい、でさらに二十歳前後の頃に技能オリンピックで優勝しております。せっかくピンマイクが入っておりますので、何か一言最後に、まあ、すいません、ギリギリになってしまいまして申し訳ありません。今回こうやってやらせていただくにあたって、まあ、僕の勝手で僕のやりやすいようにやったので、この短時間でいただいた時間でここまでできることできたんですが、これがお仕事になると外の寸法が決まってきてしまうので、そこから中にこう攻め込んでいくとなると、より正確に割り振っていかなきゃいけないので、かなり難易度が上がるんです。だからそこがやっぱりこの組子のお仕事と難しいところかなと思います。まだまだもう20年ぐらいやってるんですけど、なかなかうまくいかない。今日はすいません、ありがとうございました。皆さん、朝の葉のマーク分かりますか？これは女の方のマークでございます。女の人が子供を産むときにこの朝の葉をまとったものを着て、子供の成長を、ね、長く、そういう願いが込められたもの。朝の葉は植物の中で一番早く長く伸びると、そういうところから子供の成長を見届けると。今日もたくさんのお子さんがお見えになってますけども、そういう、言われでございます。日本にはこういう良き文化っていうのはあるんですね。皆さんもぜひこういうものを大切にしていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、木材加工の中でも最も難しい作業と言われている組子、匠の技、ご実感いただけたかと思います。それでは改めまして、稲村様、木俣様に今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。さて、東京建具協同組合のブースは10ゾーンにございます。組子コースター作りの体験をはじめ、建具製品の数々を展示販売しております。さらに実演コーナーでは、木材加工の緻密さ、正確さ、凄さを匠の名人によりその手さばきを披露していただいておりますので、ぜひブースに足を運んでいただいて、その匠の技を間近でご覧いただければと思います。